今回は特撮ヒーロー番組アイアンキングについて解説します。アイアンキングは1972年に放送が開始されました。当時の特撮ヒーロー作品といえばシリアスな作品が多いイメージですがアイアンキングは軽快でノリの良い作品でした。アイアンキングに変身するのはこちらに映っている霧島五郎。 演じられた俳優は浜田光雄さんです。アイアンキングの活動時間は、なんとたったの1分。ウルトラマンの活動時間が3分ということを考えると、史上最弱の巨大ヒーローと言っても過言ではないでしょう。ここから都市伝説の話に入っていきます。アイアンキングは、1985年にテレビ埼玉で再放送されました。 1026話放送予定だったものが25話で突然の打ち切り。25話の内容はアイアンキングが怪獣に操られ街を破壊していくというものでした。26話では、アイアンキングが怪獣を倒してハッピーエンドを迎えます。26話の再放送が突然の打ち切りで幻になったこと、ウルトラマンに容姿が似ていること、そんな偶然が重なって、 ウルトラマンが町を破壊する最終回があるという都市伝説は広まったのでした。